皆さんこんにちは。町市と仕事創生本部の相田でございます。今日はお時間いただきまして、政府のですね、情報支援ツール、地域経済分析システムリーサスについて、ご説明をさせております。とりわけ今日はですね、観光 ODMO のシンポジウムということで、観光分野に限ってご説明をさせていただきます。でこのリーサスでございますが、去年4月にですね、政府の方でスタートさせていただいておりまして、今 Google Chrome というブラウザーで全国どなたでもですね、ご自分のパソコンで見ていただくことができます。これ自治体およそ我々霞が関もそうなんですが、今まで政策立案がですね、どうしても KKO 経験と勘と思い込みで作ってきたということは否めない事実だというふうに感じております。これをですね、いかにデータに基づく行政に変えていくか、こういう目的で実はスタートさせていただいたわけでございますが、これは行政に限らず、これから全国各地に作られていくであろう DMO であったり、もしくは観光事業者の方であったり、もしくは普通の市民の方であったり、こういった方々が例えばですね、携帯電話の位置情報、カーナビのデータ、こういったものからですね、一体人がどういうふうに動いているのか、もしくは後で見ていただきますが、クレジットカード、ビザのこのデータを今誰でも無料でですね、どこの県で何の分野でどれぐらい使われるか見ていただくことができます。これを使ってですね、実際のビジネスにも使っていただくことができます。今日はこのリーサスについて簡単にご説明をさせていただきます。去年4月にスタートしたわけでございますが、これはもうすでにですね、一般のこれ主婦の方があるかのブログですけども、リーサスが面白いということで、今ですね、ディズニーランドはいつ空いてるのかと、こういうのもリーサスわかるんですね。こう見ると、春休みの3月、夏の8月、まあ、こういうのが混んでますとですね、さらには、大阪の USJ と比較して、最近 USJ がディズニーランドをこう猛追しておるんですけど、こういうのも見れてるんです。さらにはですね、これ福岡県古賀市のサラリーマンの方ですけど、この方もリーサスが面白いということで、古賀市にですね、観光客一体どこから来たのか、こういうの普通にご自分のブログであったり Facebook で公開をされてございます。でさらにこういう動きは一般の普通の市民の方がどんどん広がっていて、週末とかですね、夜に普通に住民の方が集まってリーサスを見ながら自分の地域をどう元気にしておくか、そういう動きが出てます。これは国立ではありません、国立市、東京国立市では主婦の方がこうやって集まってですね、美味しそうな料理を持ち寄って、でみんなでビール飲みながらリーサス見ながら国立をどう元気にするか、こういう議論が全国各地で動いてます。これが実は進化して、ついにこんなことになりました。バーリーサス、これ常設ではなくて3日間だけの限定でありましたけど、今こんな動きが出てます。これを捉まえまして、私ども昨年12月にですね、リーサスを使って自分たちの町をどう元気にするかっていう地方創生政策アイデアコンテストというのをやらせてきました。そうしたところ、47都道府県から907件応募が全国から参りました。うち7割学生さんです。その中で実は高校生以下で優勝したのが福島県福島市の学用中学校の女の子たちだったんですね。でこの5分のプレゼン、これ YouTube で政策アイデアコンテスト2015と打ち込みはどなたでも見ていただきます。私の今日のプレゼン忘れていただいて結構です。この動画たった5分でいいんです。これを見ていただくと、ああリーサスって5分使えばいいんだって分かっていただきます。で私がお伝えしたいことは、中学生がこれを使って大人顔負け、はっきり申し上げて907件だけど、私はこれがトップだと思いました。それぐらいですね、データに基づいて仮説を立て、で実際彼女らは福島県の魅力的な観光プランを自分たちで作ろうということで、リーサスで仮説を立て、その後実際にですね、観光協会とか農家とか JA を訪問してヒアリングするんですね。でそれに基づいて立てた具体的な観光プランが今回優勝したわけですが、優勝した翌週には福島県知事の内堀知事に呼ばれて、この5分のプレゼンをしました。同じ週には福島市長さんにも呼ばれて同じプレゼンをし、その場で市長さんがこの旅行プランをすぐ市として採用するとなったそうであります。実はこれがぜひ皆さん知っていただきたいことで、リーサスはですね、官民のビッグデータを中学生でも分かるような分かりやすさでご提示させていただいています。どなたでも使えますので、ぜひ使っていただきたいと思ってございます。では具体的にリーサスの画面のご説明に入っていきたいと思います。リーサスのですね、ここにポチッという3つのボタンです。ここで今日は観光マップで見ていきたいと思います。まず最初メッシュ分析というところで見ていきますけども、ここでですね、 Google マップと同じようにこうダブルクリックをずっとこうしていきます。今金沢が終わります。ここでメッシュを読み込むというボタンを押しますと、これはアグープさんという携帯の位置情報に基づいて500メーターメッシュ単位にどれぐらい人がいるか、これ
観光客だけとは限りません。あの住民を含むわけですけど、これを使ってちょっと見ていただきたいのは、ここにですね、有名な金沢市民の台所、近江町市場ってあります。こう近江町市場を作りました。さらにここにですね、有名な長屋の武家屋敷ってあります。武家屋敷としよう。さらにここでですね、私がしがない旅館をやってたとします。私のしがない旅館を囲んで総田旅館と打ち込みます。これでですね、グラフを表示とポチッと押します。そうすると月別、これ2014年1月からですね、いつの時期に今自分で囲んだところのお客さんが来てるか、よくあのカチャ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 駅でやってるとしますが、これをですね、どなたでも自分のご自宅、自分の店舗、自分の旅館、一体もしくはライバルのその旅館ですね、一体いつ月別でお客さん来てるのか、いつがオフシーズン、ピークなのか、でさらには時間帯別で言うと、近江町市場はやっぱり朝のですね、買い物、それから昼、夜の夕食の時とザーッと買い物来る。さらに観光客に引っ張られて、長屋武家屋敷、近江町と似たような動きをしています。総大旅館はほとんどお客さん来てません。こういうものをですね、一瞬で見ていただくことができます。で、さらにこのアグープさんのデータを使ってですね、お客さんが一体どこから来ているのかという分析も見ていただくことができます。ここではですね、石川県に加賀温泉郷と、あの山城温泉とか山中温泉とか、片山津温泉とかありますが、ちょっとこう見ていただきたいんですが、これ平日ですね、平日一体どこから来ているか、休日にします。もっと広くなります。で、グラフを表示とします。そうすると、こっち石川県内ですね。石川県内どこの市町村が多く来ているか。こっちは県外ですが、県外からどこから来ているかって見ると、隣県のですね、1位が福岡市、福井市、2番目が 福井県あわら市、3番目が富山県、富山市。こういうことで、実はですね、加賀温泉郷のこれ、おかみさんに、ある旅館のおかみさん見ていただいたら、あらいかんわと。私たちは今まで東京とか大阪にばっかり PR しとったわと。でもこれで見ると、やっぱり隣県からリピーター来てるのねと。だとすると、自分たち その広告戦略なり、そのマーケティング、PR をどうしていくのか、もう一度見直さなきゃいかんねと。そういうお話がありました。これが from to 分析というものであります。次に目的地分析。でこれはですね、あの皆さん旅行行くときにナビタイムで検索されることが、あろうかと思います。で旅行行きたいときにその自動車でどこに行くかルートをこう示してくれるものでありますが、ちょっとこれでですね、愛媛県の今治タオルに有名な今治市では一体どこが一番検索されているのか、カチャッと押します。このサイトをですね、4月から皆さんも一般で見れるようになるので見ていただきたいんですけど、一番多いのは市広っていう会社がやってるタオル美術館って言いますね。これ皆さん見たことあるでしょうか。こういうすごいおしゃれなムーミン のタオルでムーミン作ったらですね、ぜひ一度行っていただきたいんですけど、ここが実は一番愛媛では今治では人気であります。じゃあこの今治のですね、タオル美術館を検索しているのは一体誰なのよと、これ見てください。検索している人が実際来たかどうかは分かりません。今の今治のタオル美術館を検索した人の住所地がこう出てます。これも同じようにですね、ランキングを示すことができます。そうすると、まあ、一番呼ばれる人が多いわけですが、次松山、神戸、西条市、新居浜市、まあ、やはり瀬戸内海のですね、隣県地区の方が多く来ているというのがこれで見て取れようかと思います。これはあの決して来たかどうかではなくて、一体ですね、お客様がですね、一体何を自分たちの地域で求めているのか、そこのニーズを客観的に把握していただくのにぜひ使っていただきたいと思ってございます。から外国人の分析では、観光庁さんのですね、訪日外国人消費動向調査でも、データは入れてございますけど、今回ですね、NTT ドコモさんの外国人の観光客データ、これは年間250万人のですね、位置情報を把握してございます。これで一体何が分かるかと、ちょっと見てください。奈良県でちょっと見ていきたいと思います。奈良で見るとですね、これ一体どこの人たちが、その、どこものですね、基地局を通じて、その、携帯電話なり、その、パソコンをつなげているかっていう、この実数で表してるんですが、まあ、中国人、台湾人、韓国人、これ、昼間の2時です。こっちは夜間4時、普通は寝てる時間であります。これも中国、台湾、韓国なんですが、ここで旗を築いていただきたいのは、奈良は昼間1571人いるのが夜になると891人、つまり600人ぐらいどこかに流れてる、つまり宿泊先がないんで大阪に流れてる、京都に流れてる、こういうのを見てとります。さらにもうちょっと見てみると、中国人はあんま減ってません。減ってるのはですね、台湾3分の1、韓国も3分の1になってます。そうすると
韓国人とか台湾人向けに奈良県としては何故に自分の県に泊まってもらえないのか、ここをよく分析する必要がある。こういうのがデータとして見ることができます。いくつもマップがあるんですけど、ちょっと飛ばして、さらに消費分析というところに見ていきたいと思います。消費に関してはですね、去年、海藻1200円、高野山ですね、和歌山で見ていきたいと思います。和歌山2014年産業中分類でこう見ると、これさっき申し上げたビザであります。ビザは16桁のカード番号がありますが、最初の6桁の番号で、そのカードを持っている人の国番号が分かります。そうすると、ブラジル人が和歌山県で去年の2月に一体何買い物しているか、これ全部データ吸い上げて、これ表示をしてございます。そうすると、和歌山は2014年に見ると、これは国籍まず問わずにやりますと、宿泊が一番多い。次にデパート、スーパーマーケット、ファッション小売、飲食レストラン、こういうふうにですね、大きい順に左上から並べていってます。これ全国と比べると和歌山の特徴が分かるんですが、全国が下、和歌山はこれ上ですけども、宿泊でですね、非常に消費額を稼いでいるというのが見て取れます。じゃあですね、単価で見ていこうと。まず、消費額で見ていこうと思ったときに、皆さん、和歌山県はですね、一番どこの国の観光客が多いかというと、一番多いのは香港です。で、その次に多いのがですね、台湾、中国となっておるんですが、ちょっとこれでですね、消費、和歌山見ていきますと、一番どこの国がお金を多く落としているか、一回ちょっと端っこの方にこう、こっちをですね、寄せていただく必要があるんですが、これ見るとですね、やっぱり台湾が一番多くて、次に中国、韓国、こういうものが見て取れます。じゃあ次に単価ではどうかと、一体どこの国の人たちが一番和歌山でお金使っているのかというのを見ていきたい。その時にせっかくですから宿泊で見ていきたいと。宿泊では一体どこの国の人がお金を落としているか、驚くながらフィリピンなんですね。フィリピン、モンゴル、サウジアラビア。サウジアラビアは多分お金持ちの人が来たんじゃないかと思うんですけど、多分ですね、フィリピンとかモンゴルとかもそういう王族とか富裕者層が来てるんですよ。したがってちょっとこれ差別を恐れず申し上げると、フィリピン人だからといってバカにしちゃいかんと、持っとるかもしらんと。でそういうですね、富裕者層をいかに捕まえるか、こういうことをぜひですね知っていただければと思います。さらにですね、これ宿泊で見たときに、じゃあ和歌山県は単価で見たときに全国第何位かと、これですね、全国15位です。東京、兵庫、長野、これ宿泊で見たときに一体どこが一番単価取れてるかです。和歌山は第15位ということで、1回の取引で12万円取ってます。レベルとしては非常に高い。でこういうところを強みとして伸ばしていただき、また逆に弱みは何か、こういったものを具体的なですね、どこの国の人が自分たちでどれぐらい金を使っているか、こういうのを分析してやっていただければと思います。最後ですね、このリーサスでございますけども、この3月にまた第3次リリースということで、水産業とか消費動向、それからどこの空港から入ってどこの空港から出ていくか、これもドコモさんのデータを使ってより詳細に外国人の動きを示してまいります。また4月以降もですね、第3期開発ということで新たな分野に入っていきますので、ぜひともまた使っていただければと思います。ちょっと時間超過してしまいましたけど、私からは以上でございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。